1月7日は、宮城県塩釜市にあります自家製麺鶏そば市村に約1年ぶりに行きました。お昼のみの営業でございまして、定休日は月曜日でございます。それで駐車場はお店の横と前に約7台ほど停められます。日曜日でありましたが、超人気店となっておりまして、外待ちは随時5名ほどはいます。レギュラーメニューはこの、濃厚鶏そば、あっさり鶏そば、濃厚つけ麺であります。それで月に 4、5回ほど超濃厚鶏そばデイというのがあるようでありますね。それで私が今回注文しましたのは、去年から気になっておりました、冬季限定仙台濃厚味噌ラーメンの 170g、太麺、そして、辛味噌を選びました。はい、それでは、冬季限定仙台濃厚味噌ラーメン、太辛でございます。はい、それで具はですね、大量のもやしに小口切りの青ネギ、豚肩ロースと思われるレアチャーシューに、豚バラと思われるチャーシュー、そして細切りタケノコ、そして、豚ひき肉でございますね。で、驚きだったのが、口元がリム状になっております、割と小さめのコンパクトな丼でございます、この、コンパクトな丼に、麺、具、そしてスープをぎゅっと、詰め込んだ凝縮した一杯という感じでございますね。はい、それでは、別皿で提供されましたレンゲに乗っております辛味噌でございます。味噌ラーメンの割に、粘度もまあまあ高そうですが、それ以上に濃度が高そうですね。はい、それでは、早速ですね、この、レンゲに乗った辛味噌を溶かして混ぜ混ぜして、いただいていきたいと思います。いや、実に美味しそうですね。この無料で選べる、カラーはですね、ラー油とか、いわゆる一味唐辛子とかではなく、本格的なあの辛味噌でございました。ちなみにスープは、基本的にあの若鶏のガラと野菜を10時間煮込んだ白湯と、鶏を濁りがなくなるまで炊き、煮干しを加えたチンタン、この2つのスープを巧みにブレンドすることで、味に重厚感が増すという、レギュラーメニューにも使われておりますこのスープがベースということでしょうか。それでいただきますと、やはり濃度は高めでございます。仙台濃厚味噌ラーメンということもあり、ベースはですね、おそらく、白湯、鶏白湯ベースかと思われます。もちろんですね、あの鶏チンタンの出汁に、煮干し、昆布などの出汁も合わせられているのかもしれませんけれども、かなり、こっくり感が、コク深く強いので、主軸は、ベースの主軸は鶏白湯かと、個人的には想像しました。そこにあの仙台味噌のですね、コク、甘み、深みが連なり、ニンニク感はほぼ感じませんね。味噌に、よくある、合う、よく合うですね、ニンニクの感じは、ほぼせず、豆板醤のようなですね、深みがブレンドされたと思われます。辛味噌の、この仙台味噌と、鶏の旨味に、深入りしてくる、めちゃくちゃ美味しい、濃度高めの、味噌の飲み口でございます。はい、それでは自家製麺でございます。細やかな縮れが、施された、幅約 2.5 ミリの、太縮れ麺、麺肌は低下水のようなビジュアルですね。で、やはりすすり上げますと、低下水のごとくのすすり心地でありまして、マットな質感で、それほどあの熟成させているようなですね、口触りもなく、つまりあの正直な低下水感を表現した、太縮れ麺という感じでございまして、もちろんあの断面は平打ち気味でございまして、ブリ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 とするあのきめ細やかな縮れの、
口に突っかかる、唇に突っかかる、すすり心地、そして結構長さがあります。長さがありますので、そのブリブリ感を存分に味わえます。そこに中華水とか高水ではない低加水らしいコシを感じますね。弾力とはまた違う、こうビビッと感のある弾力とは違う、また低加水らしいコシを感じます。例えばですね、もっと加水率を上げたり、もっと熟成させたり、茹で時間を長く持って、中華水以上のすすり心地、プリプリとした中華水以上の、と縮れのきめ細やかなすすり心地を持っても面白いのかもしれませんけれども、この低加水の、ブリブリとした、きめ細やかなすすり心地、これが市村の自家製麺の個性かと思います。そして、先ほどからいただいておりますが、この生々しいシャキシャキ食感の、もやしがめちゃくちゃベストマッチでございますね。全然腐っておりませんね。まあ腐りがいい場合もありますけれども、腐りと、シャキシャキの中央というよりもめちゃくちゃシャキシャキのもやしでございます。食感の変化を楽しめます。はい、それでは豚ひき肉ですね。こちらの、豚の旨味とひき肉の旨味と、風味をスープに混ぜ合わせていただいていきたいと思います。どうしましたら来ましたよ。この段階が、この次元が、この味噌の、表現したい、最終形態かと感じます。白濁した、鶏の旨味香りと、仙台味噌の、融合ハーモニー、そこにですね、辛味噌の、風味、コク、さらに、豚ひき肉のコクと、風味旨味が連なり、最高の、最終形態を表現しております。はい、それでは、バラかと思われます、しっかり火が入った、豚チャーシューでございます。これはめっちゃ柔らかい、そして、絶妙な噛み締め感も感じますね。チャーシューがですね、個性的な、さすが市村でございます。めちゃくちゃ美味しい、味付け感も絶妙なですね、バラと思われる豚バラチャーでございます。それでこの辺りで感じていきますですね、もやしと麺の食感の変化がいいですね。はい、それでは、豚肩ロースですかね、ロースかと思いました。いただきますとめちゃくちゃ柔らかく、しっとりと、低温調理らしい、豚の旨味、肉の旨味が広がりまくりまくりしていね、ございます。めちゃくちゃ美味しい、レアチャーでございます。まず大きな全体としては、濃厚な、仙台味噌感、鶏白湯が、ベースの、軸となっております。いると思われます、濃厚な味噌感に、ブル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 の、きめ細やかな、この、縮れ、太め、そこにですね、もやしであったり豚ひき肉であったりですね、辛味噌であったりとこう味変化を、味の濃さ、味変化を、楽しんでいく様、そして、矮小化した、細かいところを、さらに細かい視点で申し上げますと、まず、麺とスープの組み合わせが非常に独特、この、濃厚な味噌感にですね、鶏が主軸の、濃厚な味噌感に、ブリ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 
ブリ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 のきめ細やかな太縮れ麺の組み合わせ、これがめちゃくちゃ独特でございました。個性的なですね、個性的な、仙台濃厚味噌ラーメンという感じでございます。要するに麺とスープの組み合わせが、非常に独特な感じでございました。で、新たな境地に至りました。このブリブリの、低加水麺をですね、低加水の感じを、太縮れの感じを持ってくるあたりが非常に面白く美味しくいただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。